水族病理学研究室から卵ではなく稚魚を産む魚の免疫学的関係についての紹介です。はい、この魚はオキタナゴと言います。このオキタナゴは沖来湾周辺でよく見られる魚です。この魚の特徴は何といっても自分の子供を卵ではなくて魚の形になってから産むことです。生まれた稚魚をホルマリン固定したもので、はい、だいたい大きさが 3,4 センチあります。もう鱗もちゃんと生え揃ってます。でこちらの真ん中のが、生まれる半月ぐらい前のもので、こちらよりも多少小さい、ヒレもまだ大きい感じです。でこちらが生まれる1ヶ月前ぐらいの胎稚魚です。お腹の中の子供をホルマリン固定したものです。このように、お腹の中である一定の大きさになってから子供を産む繁殖様式を胎生と言います。このオキタナゴは7月の下旬から8月の上旬にかけて、だいたい3センチぐらいに育った子供を1匹の親が10から20数匹産みます。胎生という繁殖様式においてお腹の中で育つ子供は父親の遺伝子を持つために母親にとっては異物であるにもかかわらず通常拒絶反応が起こりません。この謎を解明するために私たちの研究室ではお腹の中の子供と母親との免疫学的関係について調べています。これまでの研究からこのオキタナゴは妊娠中の母親の免疫システムの一部が抑制されていることを発見し、その調節因子の一つを特定することができました。また胎生というと一般的に我々人間のような哺乳類を想像しがちですが、魚類も1000種類以上の胎生種が報告されています。魚類は胎生が見られる最も原始的な脊椎動物なので、今後オキタナゴの胎生に関する研究が進めば胎生の進化の解明にもつながると考えています。水族病理学研究室ではこのほかに魚類のウイルス病や魚類体表の生態防御機能などについての研究・教育を展開しています。